スエラのグアリコ州カラボソ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルスドジャース所属。2014年8月にミネソタツインズと契約して、プロ入り。2015年、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグツインズで、プロデビュー。2016年、トミー・ジョン手術を受け、このシーズンは全球となる。2017年は復帰後、ルーキー級。 ガルフコーストリーグツインズとパイオニアリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでプレーし、2球団合計で10試合に登板して4勝1敗、防御率2.70、45奪三振を記録した。2018年は、A 級シーダーラピッツカーネルズと A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、2球団合計で19試合に先発登板して8勝4敗、防御率2.74。 107奪三振を記録した。2019年、マイナーでは、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズ、a 級ペンサコーラブルワフーズ、AA 級ロチェスターレッドウィングスでプレイし、2球団合計で18試合に登板して7勝0、配置セーブ、防御率1.92、61奪三振を記録した。9月1日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。2020年2月10日に前田健太とのトレードでルークレリー及びドラフト指名権とともにロサンゼルスドジャースへ移籍した。最速102マイルパーアワー、平均99マイルパーアワーの速球とスライダーを主体とする。速球は平均で90マイルパーアワー大後半とかなり強力である。ありがとうございます。